バーサルの解き方、えー、と裏で解けたよという、えー、とここはもう道を作るのが大変であの普通にやっていくとこんな感じかな普通にスタート地点から線を引いていこうとするとやっぱりどうしても1個足りないよねっていうことに飲んでしまう右もしくは上に進むものが1個ないので普通じゃない方法を使うよねってことで やっぱりどっかで自分が言ってた足場を移動させるっていう方法が正解えっ、ー、と序盤は割とそのまんまのことをやります大体いいこのセットだったらこういう動き方をするよねっていうことをやる結局これ一個落としていいんだよな なんで上に置いてあるのか疑問なんだけど1個落としてよいでまずはあいつをあそこに縦に行くゴール前はやっぱりここに物を置くことができないのでここにあの高さのある物体を落とすでここは普通にスライドで差し込むことができるっていうのがゴール前の形ですねえー、っとこれを持ってくのはもう 割とそのまんまですで、えー、っとあ違う違う違う。えー、っとね 全然ちゃうやんけこれいろんなことやってるから正解の形があっと思い出せないえー、っとこうかあ、うん 違うわ。っどうやったあいつを上に乗っけるだけなんだよな道は簡単にできるやつえー、どっちだっけな左から右か下から上かどっちかで上げんのよ下から上だったような気がするんだよなそれがさっき何でできなかったあこっち側の道を開ければいいのか で、こうして全部戻してこれをあそこに乗っける。 ゴール前の形でこれがあの足りない状況からこれがどうやって思いつくかだよなやっぱりボタンを押すことで足場をずらすっていうのを使うのは使うでえー、っとどんな感じやったかなボタンが押されてないよっていうのを2つ作って片方が押したらもう片方が発動するだから自分がこの紫色の上に乗ってて 右にずれて上にずれるっていうのをやればここにたどり着くよねっていうのをやる。ゴール前はこれ。あここはなんとなく最初から見てたね。この形自体は。あとは、えっ、ー、となんだっけ、上行って、右行って、上行って。えー 左で止まって右で流れてここ来てでボタンどっちだあっちがああなるとあれがああなるからああなるこれがもうこの形が見えるかどうかだよねこのステージの全てはこれが僕は見えるまで結局どんだけかかったんだろうね1日では無理だったこれが動くとどうなるか こうなるこれが見えれば答えうんこれを前提として次のステージが作られてるっていうのがなんか怖いけどねとりあえず解けたよということで次バックワースめちゃめちゃ右 爆弾。 左向きを持ってきてここに差し込めばあれの上にあるやつがそっちに伸びてってそれからこれを押すとうんもう一個あそこに入れないといけないよね。 これを押したら出られない爆弾があれば別プレイヤーはこのはしごを使って登りたいがこのはしごを使う上の段に粘着がある上の段にある粘着の意味って何なんだろうな ゴール前に2箇所穴が開いてるのに、えっ、ー、と、奥の1個を埋める方法がわからないですよね。あれは下からだと、高い段持っていけないので、せり上がる壁ってあったっけ <noise> 今回それはないので、左側から押して、そしてそれを下から押し上げないといけない と、よくわからんな。で、これを上に押したので、ここは埋まってて、で、そこに、これが入るでしょで、これがここに落ちるんだから、この 2×2 は全部埋まってるので、この 2×2 のエリアに下から入ることはできないでしょ上から入ってきて、ここに、ここにブロックを置いてたとして、このブロックを上にもう一個上げる方法なんてないんだよな。足5。 爆弾はし,ごはしごがあってもはしごに登れる足場はここにはないここにはしごがあってもこの矢印を破壊するとこのはしごの上に登ることができるうーんなんだそれそれそうはしごをこんなところに持ってくることができないよね持ち上げがないからうーんとゴール前の意味がわかんないなうっつきがここに来たとしてもあんまり意味ないね くっっつきに乗っけてこのルートをこうやって物を運んできてこの物体でこうやって落としてっていうルートは想像できるんだけどそれをする場所がないん何て言えばいいのこのボタンこのボタンでだから2かけるには埋まっちゃってるから押す意味がない押しても変化はないここの右に対してプッシュがないでしょ 上矢印を先に持ってこいをやるべきなのか。この二つがそういうことなのか。これの上にこれ乗っけて、それをここ運んできて、上矢印まず入れてから、これをここに差し込んでくれれば、タンタンタンって来るよね。ああ、意味は分かった。意味は分かった。あとはそれを実行するためのからくりが必要です。爆弾をどこで使うんだそう、今の話に。これ レイヤーが上の段に乗ってあれを落としてくるそしてそれを上から突き落とすこともできるここに端子があってこっちでうーんここで登るやつがいないのかな爆弾を取り出したい粘着を1個落としてればそれも右側のエリアって1回上に登ったらもう俺 登る手段ないことないよね。あ、ないのか。壁際にくっつけてしま、くっついてしまっているものを取り出すことができるのは一回だけなのか。ここがそのためなんだね。<noise> 爆弾壊すともう爆発できないから、入れたブロックを壊したいみたいなことはできるのかな。 上上に行ってこの2つを1回押し上げるそれで終わりでそのために使うのは多分ここでこんな使い捨てをするべきではないという話だろうねまあやれることをやるどうせ一発で解けるもんではないこれはこれ持ってって三角 いや持っていくとあれだな。もう紫色の足場を使うこともできないけど。かといってこれをずらすのも,もね。粘着の上をずらすのは、あ、でもはしごがあるから難しいことではないな。そうすると爆弾の意味がまだわかってないね。これはこれ。足を上に持ち上げた時に下ろすことができなそうな地形には見えるね。 左側の上に登らないといけないっすよこれなんだろうなんでこんな仕組みがあるんだああ、なるほどこの物体を持っていくときに今のが詰まるんだ これを持っていくと、すまなかったな。これを踏まないで戻ってきて、踏んじゃダメだって。別に、ルート上不具合は発生しない。押しちゃったらもうダメだよ、みたいな。 感じの方だだと思うんだよねこれはこ,こを何かゴールするためにここを踏んでしまう状況が発生してそれが発生すると他の部分が全部ロックされるみたいな仕組みなんだろうなあとはこの爆弾が通ることができると登れるのか 爆弾を取るのは足を下に下げてくればできそうだけどそれではダメな何かがあるはい。ああ 登れないから押せるよね多分あ分こうなるのそれはそうなんだはしごがないと乗れないこのはしごはもう上に押し上げることはじゃあできなくなってるってことかうん多分そうだね 爆弾は取れてはしごを犠牲にしたはしごはないとここは登れないその位置にあるはしごから登ることができるなら登れるいっそはしごをここまでくっつけてここからこうやって来れないのかと右向きばっかりあるからゴール前のここに爆弾が置いちゃって右右 が詰まるかいや右に流れればいいんだろうなここに右右右爆弾右右右右うんフフ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  ここから登るんだとしたらよここで登るんだとしたらまあブロックの静止はしごは右側にいてほしいわけだよねこの辺にはしごがあるととても便利だけど 足ごの前に爆弾を取っとかないと、あそこで止まることはできない。粘着ブロックの上をどっかで保存しておければ、粘着ブロックをあそこに持っていくことができる。粘着ブロックをどっかに保存しておく方法は、これを押し、うーん。微妙 これを押しっぱなしにしといてその上に何か置いとけってやつが一応はしごを使って粘着ブロックの上に乗ってそれを右向きのベクトルがかかる場所で一旦休ませておけ。 壁際に持ってくることはできないしな右向きの壁っていうのがないからなでえっ、ー、とそこの台の上に置いてしまうとそれを落とす時にもはしごを使う必要があるよそれはそうちょうどいい場所っていうのがね なんかこのプレイヤーが今立ってる場所だったら確かに保存できるけどあからさにここに入れたらダメだよみたいな構造にはなってるなこの場所でリザーブはできますけれどもそれ相応のリスクはありません、まあ、やってみた方が早いのかな最初に高台を取るこの順も合ってるかどうかはわかんないけど 一つ捨てるこれを最初にやるかっていう話でなだったらここでいきなりブロックを一つ捨てるという行為をこの作者が許すか使い切ってから残った一個はそこに置くべきではないのかほんで何するかというと 出してこれを許してくれるかどうかこんなことしてどうなるかというとあれこんなことしたら足後が足後はここから来るともう遅いこれちょっと粘着ここには来れるから足後がま、うん、もうすでに 右にいた方が良かったのかこの辺にいた方がよくてここではしご使って登ってんここにはしご欲しいんだよね。だから右端にあ、左端にはしごが来るのは NG な感じがする。はしごがここにあるはなんか嫌だな。上から下に向かって。 この辺にはしごがあって、登ってこうやって回ってあいつを通ることできるのかな ここにも1個あるの。はいあ,れあそれでここに来るとプレイヤーが戻れないようになってるのでなるほどね。うーんうーんだからそれを落とす時にああだからやっぱりここを。 こうやって詰めた状態で落とすのは現金だよなぁ、みたいな話だね。まあ別の突破口がないのであれば。おろせるけど帰れない。帰るためにはそこを開けろ。はい。だから、えっ、ー、と、粘着をこうあ、あいつはあそこに留めた形で粘着使うのは NG だよね。えっ、ー、と、ただプレイヤーは、 うーん。上矢印を2階に置きっぱなしにしたらどうなるのかなって考えてたんだけど、これを出しっぱなしにしてれば、はしごはこの辺にあって、こう登ることも、まあ不可能ではないから、はしご使って2階登り降りできる。ここにも右が入っちゃうからね。そもそも粘着物体をこの壁に沿わさせずに飛ぶことはできないよなって感じ。 ん処理順がまだぐちゃぐちゃになってるな。爆弾がいるせいで、この壁際につけてる物体でも爆弾で壁壊せば取れるやんみたいなのが出てきちゃうから、爆弾くんがどこで登場するかで、なんか、大きく変わるんだよね、方向性が。まあ、ゴールに行くためには爆弾が別に必要なさそうなんで、なんかのトラップの解除、もしくは、そういう積んだ状況を打破するための道具として使える、なんかなんだよね。 爆弾をここに置くっていう案は、どっちにせよ、出口がここしかないので、これが爆弾か電磁石かはあんま関係ない。爆弾を取るために、はしごが、はしご、あ、っはしごをこれ以降使うことってあるのかこのセットを取って、こいつを取り切った後に、はしごを使う場面は、というか、このパーツ、あら、このパーツか、このパーツを、 右に持っていくためには、はしご使うのか。これをこう持ってきて、ここでこっちに入れるために、このエリアの時で、はしごを登らないといけないよ。そのために、はしご使う。で、登って取りました。この高台セットして、これ差し込んだらゴール。やはりまだ爆弾の出番がない。<laughs> 爆弾の出番がないゲームは前回散々なめにやったから、 わかん,ないんだよなえっ、ー、とつっかえつっかえになるような場所を事前に壊しておきよみたいな案もうあり得る例えばこの爆弾でここを壊しとけば今出られたやんかーみたいな話もあるあるけどそんなそんなことしないよここであれ壊せてラッキーですねなんてことしないよあ,あこうなるからね なるからねあいつが下に降りたらダメなのかダメだよなダメなのか爆弾の上あいつを押せるときに爆弾がこの辺にいてもうダメだよなあいつを爆弾の上に押し込むことになりそれを あいつもあるとも破壊することになるのでよくないはいどうもはしごの居場所はこの辺っぽいんだよなだから終盤この辺にずっとはしごはいてほしいっぽくてここだとここにいられるとねここで取れたブロックを右に持っていくことはできないからちょっと邪魔なんだよな 最後はいいよ、最後は押し切ればいいんだけどここまで押し切った8、しごブロックは二度使えないから再利用したいんだったら爆弾をここにあるはしごで取ってはできないと思うなおさら意味わからんなじゃあこいつ はしごを使って右側で塔を取る塔の上矢印をどこかに置いてはしごをこっちに持ってきて上に乗る出てくるはしごを下に下げあのブロックを下に下げなんかここのライン上にブロックを置いてそのブロックをこいつで壊してくれっていうふうに言ってるようにも見えるな。 右ブロックが、右向きブロックが一旦ここに挟まるような解き方を求められてるいや、それも変だね。右ブロックが二つ以上入ることを想定してるのかな一つだったら一番下に押し込んだら、別に左ブロックをここに持ってこれるから、二つ以上あると多分きつい。 ここに右ブロックが2つくるような解放ここにはブロックを置けないんだよねはしごが左端にあっても上ってここに自分がいる車でここで上ってこう回れるような足場なんてないでしょっていう 閉じ込められてるんんだもんこのステージで合成するとか言ったら分からんぞ合成する素材がないか同じ向きばっかりだもんねこの辺でできるっちゃできるけどあんまりね爆弾と合成はできないはずだから どっかののステップのあ大きくあれだよねここ以外で上矢印を保持する方法もしくは2回2回上がる方向性を考えてみようかこうなっちゃってる状況で。 足ごの,の上に矢印を置けみたいなこともできそうにないのかこれあんま関係ないなこれあんま関係なかったな。足ごの上に直に上矢印をのっけてしまう。 一旦これはしごを取り戻そうねねなんだよ、ね、そしたらね上から下に押すものはここに右ブロックいや関係ないなはしごはもう一個下に最初からあって右で乗っかったらはしごの上に物は置けない は,しごはこの先左に持ってきたいからここは押したいだけど上矢印は落ちるね落ちますねこれは登ることはできるけどその後はうまくいかせていない。 そこの仕組みを二回使えるようにしたいよねーは。うーん、なさそうだけど。これで押してあるあそこのブロックを破壊しろはまあ無理だね、できないね。 序盤の動き方にあんまり差が生まれないねいつもこういうスタートになってるこれをどこに置くかだなあっと見ですまあそんな簡単に置けてクリアですみたいなステージではないっぽいからあここに置いたブロック回収できますか下がスライドいやーちょっと回収はきついし 回収きついよなあいつを上に持ってきちゃうともうここに右ブロックが入ってたらプレイヤー間ちっちゃう右右うーん はしごはここにあったら右右うんいっそここの上に乗っけてしまうような動き方うんなくないんだなないか落ちるよな 落ちなきゃいいんだけどな落ちるね右向きでまともに置いてある場所そんなものを探さない方がいい気がするなそんな場所ないでしょいやこれ出しっぱなしなんだよねワンチャンスこれなのかこれってもう閉じることがないしはしご がまた使えるようになってここ登れれば登れれば足がもう一個下にあれば上に置いてあるものを一個ずらすことができる取り戻すの難しいよなでもここにあるブロックを 左に向かって押さないといけないのが難しくないかあ、なんか、いや、考えてることがとっちらかってる気がする。全然、ステップで考えてないな。なんか、この辺ではこういうことができるらしいぞ、みたいなことを当たりつけてるだけで、全体としてどの方針でいくのか決まってないわ。どうしような。この、タワー、タワーを、タワーを崩すよねっていうのが、 できないと、なんか先に進めないと思っちゃってるから、ここで考えすぎてるんだな、今。この網を使うと、ずらすことができるので。網のある場所。 さっきのステージの後なだって考えてみてさっきのステージの後にこれ出てきてんだぞ絶対そういうこと使うよねいや使わないんだよなそれがだって上の段にあるこの三角形で落とせないんだもんなんか落としたことをきっかけにしてボタンの時差でみたいな足場がずれてみたいなことをやらせるような 感じでもないな。 右がここで手に入るんだ梯子ごが登れる状態にできたらな登ってあれくっつけてゴールできそうだよな。 は,しごはなんで今ここにあるかというとはしごはここにある理由はそんなにないんだよね別にここここに乗りたいだけでただはしごを持ってこれるのがまあいやまあそれしかないのかはしごをここで乗りたいんだとするといいやどうなんだ ないかなおい持ってきた。こ,こにここにしか持ってこれない。 こっから登って高さキープして右側のエリアに行ければねいけないだろうね。と、うん、すると課題は爆弾の使い道それだけ。 爆弾,爆弾ねえ爆弾を取り出そうとするとさっきのはしごの剣が出てくる。 こういう時はあれやねんな。こういう詰まり方するときはねだいたい、だいたいピストンなんだよな。だいたいピストンの延長線上でなんか考えられるんだよね。やっぱり合成とか、あの、一個前のステージのスライドみたいなことを使う。えー、ここに、ここの上にめちゃくちゃブロック詰めて爆発して、全体が下にスライドする。あんまり、 あんまり何なんだろうって感じ。右側にめちゃくちゃブロック詰めて、爆発する。ガチガチに詰まってれば、左にスライドするよ。 1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5多いな。1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,7あ結構ギ結構ギリじゃないだってこれ仮にこれを最初にやると仮定するとその1個無駄になって代わりにこれが入るからトントンなのか。うえ。 12345678これってさこれこれえはしごのこの場合に押した時って。 上にあるプレイヤーも左に押されるのかなちゃんと。右側に。これ遠すぎて爆発せ右側が粘着ブロックだから、右上のあのブロックが左にずれる力と、プレイヤーがこの場所に維持しようとし続ける、いや、それはないか。基本的に力が入らない限りは、動こうとしないだけだから、 何の命令も入っててなくて上のエリアに関してはやっぱこのブロックが左に行けっていう命令が入るから全体でこれスライド入るはずなんじゃないのということは何 <laughs> ただは子がこうこうとかこう,来こう来てこう来てこう来れるみたいな感じかそれだと上の三角を捨てなくともいいからなんかいきなりゴールっぽいもの見えたなそれが。 それができるとなんか、あとは当初の予定通りって感じじゃないのか右側にあれを詰めるのをやめる。で、爆弾の範囲だから、どんぐらいだ三三 3, ?3 だよね。だいたい3。ここだ。だここに、足もうん。 隣から押すブロック1個死んでるけど大丈夫かなギチギチあボタン押しないんだああ進んでたそうだそうだ<ん>ボタン押すんだった ボタンをいつ押すんだ全部詰め込んだ後にボタンを押せればいいからこうあだからこれ,これでセッティングしてこのあとこうしてこうきて外せて。 <laughs> うーんとあとは問題がなければ問題がないこの辺もずらしてよいこうしてえっともう これ入れていいもんな。あ、ど。やめて。え、これこっち来て。 めっちゃ簡単だったな。爆弾の使い道だけだったわ。爆弾の使い道と、前、前のステージの、でも、前のステージの応用という感じでもないよね。まあ、なんかのトリガーを。 きっかけにピストンでプレイヤーを移動させるっていう意味では同じだけど移動方法がちょっと違うのか OK <noise> あと一つってどこだっけ <noise> ステーション D これあここここかえー、ここは裏でもやってないっすね <laughs> そんなに難しいんかよって感じするけど、そんな難しいんだよね。なぜか難しい。このステージもありゃね、最終的な形状が見えないのが嫌だよね。一回落としても上に持ち上げられるし、持ち上がった二つのブロックが、 右上とあそこの二つの穴を埋めればよくて、右上埋めるには、まともなブロックは置いといて、右上埋めるには、上か右、真ん中埋めるには、左か下、上以外。上っていうボタンがないので、二つ目に入れるのは正直何でもよいんだね。最初に入っちゃうやつだけは、左禁止ってだけだ。 左これもしくはこれをここに置いて持っていくのは禁止いやでもな例えばこれがこう落ちたとしてもこれは下から上に突き上げると2つ目だから大丈夫なんだよな最終ここでなんか押してこっから登ることはもう分かってるから。 今やらんといかんのは上の段ただ上の段のここにブロックを1個置ければそれで終わりっていうだけなんだよねそれをするために残りの6個のブロックで何かやるんだけど右行って左行くと積むらしいどっかのタイミングでこの下の段にもしくはどっかのタイミングでこれを押すことをトリガーにしてこれを押し 左のエリアでこれを押すことによるアプローチ <laughs> 上に持ち上げるだからスライドの力が入んないのがやばいね今回はね <laughs> ないですよとこれが左右に動く鳥が <laughs> うーん 下を使わないというのは全然あり得るのか例えば下以外の物体をここで滑らせてここに落としたとしてよ。で ここに高さ2段のものがあって、これを押した場合に、プレイヤーが入ると、上にあるもので押しつぶされるから、プレイヤーは入れない。プレイヤー以外のものが入ると、この段が押し上がる。あ、でもそれでもうーん。それだ、あそれでも。ここが、ここがキチキチになってる状態で、こっち側から 上のブロックに対して下に移動しろみたいな情報を入れることができるからこれを差し込むことで上にあるブロックがストンって落ちるってとこまではいけるわね。高さを維持して 上にあるブロックが落ちる下今の話は下ブロックはもう下ろしててここに差し込むっていう形でいいらしい上にあるブロックは何でもいいが何でもいいけど ここに今下がいるでしょここにまともなブロックがあってあ。あちょっと待てよお。あ落ちないのかん落ちないのかこのブロックをここに持ってこれるんじゃないのかなって今、なんか見えたんだけど。これは、ここに下、ここにまともなブロックを置いて、 出てこれが踏まれいやでも踏まれてる状態でプレイヤーがこっちにいることができないかここのエリアも上がってればここのはしごを使ってこう上ってこうやって降りたらこれをこう下ろせるなと思ったのここはまともブロックでもいいなだったら別にこれが競り上がらなくてもまともブロックでよくてまともなブロックをここに置きました で下ブロックとこれを使ってここを閉じたこうきてこうきて今何て言ったまともなブロックとまともブロックと下ブロックだからここも安全やれるならそれで勝てるわねやれるならねまと今言ったのはまともなブロックを上に乗せた状態でここで静止して そこに下ブロックを差し込めああできないですねそれできないできないえっ、ー、とんでかっていうとマトンブロックをここに立てるという行動がそもそもいやえなんて言えばいいのマトンブロックを押していったこのブロックがここにいるから それはダメじゃんやっぱここで下ブロック使うっていう発想がどうもここではできうまくいかないじゃなかったっけ押してきたのと逆方向に回ることもできんのでいやいや唯一ここなんだよなここでこっちに来ることはできるんだよね。そうすると ここに縦になってるブロックをこっち側から差し込むことができてそうすると上にあるブロックはここに落ちるんだよね落ちないねもしもこれが押されここに高さ2のブロックがあってこれが押されてる状態でこれを下に差し込むと 上のブロックが下に、あ、だやっぱこれがここに来るんだ。で、上のブロックは、こいつと入れ替わる形でここに存在する。で、これは一旦押すともう離せないが、これがここに来れば、こっから登れるので、こう来れて、で、今、ここに1個ある。 もう一個ここにないあない。一個しかない。今のが、やってみるけど、今のができたところで上に登るものが一個しかないって感じだね。多分、計算上そうなった。えーと、何が必要なんだっけあの上のあいつを持っていきたい。下は下ろしてよい。 今この向きはいらないちょっとほんとこどうしていい最初に高さある時に上に1個置けないかなまあいいや一旦やろう一旦えっ、ー、とこれをですよもう一つやるんだったね こんなことして一旦こっちでここでこれに乗り換えるんだけど支えが必要なので これを持って,ってこ,こにある状態でこれを差し込むけどここにブロックがないからあの左ブロックこっちに戻さないといけなくてこの状態からいけるかな。 この状態からこれを差し込むとこうなるからあれ ?2 つ上にあるじゃんえなんで2つ上にあるんだえなんで2つ上にあるんだこれ上にある足場がな何これ何が起きてんのあそっかそっかそっか <laughs> せり上がるんだ。そうだそうだ。せり上がれという命令が入ってるから、今押した下ブロックは上に来るんか。ああなるほどね。そんな難しくないな。<laughs> なんで悩んでたんだろうねって感じなぐらい。いやでもここはあれだよ。どっちかというとさ、いきなり落とすかみたいなやつだよね。こ、これをいきなり左に落とすようには見えないじゃん。このステージ。でも分解すると、 やっぱ今ので良かったんだ。あと、これをこうで捨てるっていうのもかなり、かなり投げっぱなしな解放なので、そんな、そんな美しくないことはやらないと勝手に僕が思い込んでただけで、こことここね。こんな、なんか行き当たりばったりな解放ないだろうと勝手に外してたんだけど、答えでした。答えでしたなうん。 がここ、これを押してるのに、ここに高さ2段ある状況っていうのをイメージできれば、比較的ここまで来るのは早いはずなんだね。それが多分前回までは頭に入ってなかったというか考えすらしなかったんじゃないかな。よかった。ところどころになってたでですけど、完全クリア。だ今残ってるものは整理し直すといい。 そして、d, door. そして、n a r o w そして、えー、先に進むであろうところの revolve 及び impossible 及び cancel。そのあたりが全体的に残っちゃってるけど E をクリアしてもあれ ?E をクリアしてもどこ行くんだっけあ、次はあれだ。オンザライトトラックっていうところ行くんだ。ファイナルクロスロードだから E はノルマとしてはクリアしてるけど まだ未達成のエリアはいくつかあるよ。まあ、それもそれで、まあ、考えたいし、一旦考えたところでもう一回、いや、一旦考えたところは正直動画としてはもう裏で考えて解けましたで出そうかなと思ってるから、なろうとか、インポッシブルとから、初見で初見で逃げちゃったようなところはまだ考える価値あるけど、そんなところあったっけあんまりこの辺、 あんまり正直考えてないっちゃ考えてないんだよね。この辺とか。左のやつとか。パッと見何回かわかんねえなぁ。何も思いつかないなぁ。つって終わっちゃったからね。ここと、これもだね。これ何これ。あー、フィルターか。これはなぁ、トライ、トライがよくわかんない <laughs>。ブロックめちゃくちゃ多いから。これも、これなんだ あんまり記憶いないな、このステージ。これまでも、まあ明らかに。合成すればいいステージだっけ合成したいくて。まあ今は考えない。どうしような。次回いいよ、もう一回やってもいいけどね。先に進める道、先に進める道もなんかもうだいぶ難しくなってきまし,ましたもんね。 オンザライトトラックとか全然、な、ま、二、あ、周しないといけないみたいなステージだからよくわかんなすぎるん、ね、で。ま、ええー、よくわかりません。<laughs> なんとなく、いけそう、もしくは、溶けたみたいなところから始まるのかな。では、お疲れさん、知った。今日は口をいなかったね。